那覇市の中心、国際通りの近くに地元の人たちはもちろん観光客にも人気の場所があります。アーケードの中には沖縄ならではの珍しい商品が並んでいます。何これ？これって何ですか？特徴の粉にね、生姜が入ってるんです。へえ、ください。 ありがとうございます。これ入れましょう。これお生姜私大好きなので。そう、だからあの沖縄ではね、風邪の予防とか。風邪の予防でまた案外あのじゃあ熱いお湯とかの方がいいですよね。ありがとうございます。さて、市場にはどんな食材が置いてあるんでしょうか。楽しみ。あ、私の好きなジーマーミー豆腐。全然やっぱり置いてある食材が違いますよね、沖縄は。こちらの出汁をつまんでください。この方は塩漬けなんです。なんで一個で美味しい。どうですか？美味しい美味しい。美味しいですか？これはキムチなんです。キムチ？はい。ちょっと辛い、ちょっとこうね、辛い？うん、大丈夫。でももう新鮮だから、もうシャキシャキしてて、これで2週間が持つのよ。そうなんですか？美味しい。美味しいでしょ。ナイチのね、ダキオはね、酢漬けで酸っぱいんだけど、沖縄は新しくて浅漬けだから美味しいの。へー、すごい大サービスですよ。4個もいただいてますよ。朝ラッキョ、朝ごはんみたい。美味しいですね。ありがとう、お母さん。那覇市にある第一牧師公設市場は、戦後の闇市時代から沖縄市民の台所として親しまれています。南国ならではの珍しい魚がいっぱい。ほら、こんなお魚も。おじさん、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 おじさん。これこれ違います。これおじさん。この赤いのがおじさんという魚。煮付けにすると美味しいんですって。すごい、ヤギ肉ありますって。よいしょ。豪快ですね。ヤギ肉って見たの初めて。肉の中でも沖縄で最も好まれているのが豚。昔から鳴き声以外は全部食べると言われるほど馴染みのある食材で、さまざまな部位を美味しく食べるのが沖縄の人の知恵です。